こんにちは、サラです。各 SNS とオリジナルコスメブランドミラージェムもぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、前に Twitter でこちらのハッシュタグで募集していた、視聴者さんのポーチと普段持ち歩きに使っているコスメを募集させていただいたんですけども、そちらを一緒に見させていただきたいなと思います。はい、そしたらまずこちら、なんとこれめっちゃ可愛くない？ランチパックのジップロックみたいなポーチ。これめっちゃ欲しいんだけど、どこで売ってるんですかこれ。こっちは短時間のお出かけ用コンシーラー兼涙袋、アイパレ、リップを入れてるそうです。すごい、これ全部デイジークかな。しかもさ、この2枚目の写真さ、パンも入ってない？めっちゃ可愛い。あとこのデイジークの新作アイシャドウ私も買いました。パープルみたいな方。はい、そして次こちら、おにぎりの方。やっぱね、巾着ってね、楽で可愛くていいんですよね。おにぎりポーチにコンパクトミラー、リップクリーム、リップティント、過去日替わり、目薬を入れてます。おにぎりの絵文字。あとこのおにぎりのポーチも可愛いが、このシェル柄のミラー感、これも欲しいわ。はい、そして次この方、豊島屋かな、あの鳩、鎌倉の鳩サブレのお店のポッポーチデラックス使ってます。結構物をたくさん入れても閉まります。お泊まりでも安心。鎌倉の本店でしか売ってないので、ぜひ。他のサイズとか、そもそもグッズめっちゃ可愛いです。これよく見るとね、鳩サブレが集合しててめっちゃ可愛い。そして超機能的、まじょまじょのマスカラが2本入っているので、ブラウンとブラックで分けてる肌すごいわ。こうお出かけ先でもお泊まり先でも、まつげの色を気分によって変えるっていう、素晴らしい。はい、そして次こちらです。外出先でのメイク直しはリップ塗り直しくらいなので、いつも持ち歩いているコスメはこんな感じ。リップ、かっこその時のお気に入りを数本、ポーラのコンシーリングパウダー、香水 1、2種類、ブラシ、ジェラピケの猫の可愛いポーチですね。で、なんかね、すごいね、こだわりのものをピックアップして入れてる感じがプンプン匂ってくる。デジャビュのアイライナーと D アップの、あ、ボリュームの方をお使いなんですね。この D アップのマスカラ結構新品なんじゃないかなと、このパッケージの擦れ具合のなさから推測しております。で、ディオールの、はいはい、こちら、サンプルの香水。そして、ジバンシーのこれマーブル状のリップスティックに、クラランスの春の新作のリップティント。そして、ポーラのパウダーコンシーラーは、リニューアル前のやつですね、これ。鏡や印ちゃうと。はい、お次、この方です。もう、このお菓子のね、ポーチずるいよ。これ、載せたら私絶対動画で紹介しちゃうもん。このタグで、みんなのポーチの中身見るの楽しい。こちら、タケノコの里のポーチで、なんと、タケノコの里の、このように、チャームと、キノコの山のチャーム両方ついてる。しかも、もしかしたら裏面、あれかも。キノコの山の柄なのかも。可愛いし、機能的。すごいですね。結構デカめのアイパレットを2つ入れていらっしゃる。この方すごくね、細かく書いていただいてありがとうございます。持ち運び用ポーチはサイズ重視。小さいカバン持ちたい。丸。最低限のメイクで会社に行くので、アフ6の飲み会などで華やかになるようなアイテム中心。これでお泊まりからのフルメイクもギリできます。すげえ、ティッシュが入るポーチだ。マナラのクレンジングジェルのサンプルと洗顔パウダーがあるから、確かにこの眉毛とアイシャドウとリップ、あとリフコのミニ、ソポのマスカラ、キャンメイクのコンシーラー、これあった、確かに全然フルメイクできるわ。あと緊急連絡先カードが入ってる。すごいね。私中高生の頃よく財布とか、あと財布持ってっても中身がなくて、なんか帰れなくなったりとか、行けなかったりとか結構あったタイプなので、懐かしいなーって思い出した。で、なんか、そういう忘れた時のために、財布じゃなくって、こう別の定期入れとか、カバンの底とかに、あの数千円を入れておくんだけど、財布忘れた、よし、その数千円使って帰ろう。帰る、補充し忘れる、次回帰れなくなるっていう。そういうループしてた。はい、お次こちらです。飼い猫に似ているアフタヌーンティーのポーチにこんな感じ、プラスその日のリップ入れてる。変動はあるけど、エレガンスのパウダーとイブサンローラのラディアントタッチ、ワセリンは絶対、アリエルのアトマイザーの中は
ジルのリフレッシングミスト。はい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 。確かにこのイプサの美容液スティックと、パラドゥのこれアイブロウペンシルと、あとコンシーラーとパウダーがあれば完璧。確かに。で、あと結構ポーチの中にさ、この龍角散ダイレクトを入れてる方が多かったんだけど、これ私使ったことないんだけど、いいの？これって。買ってみようかな。龍角散ダイレクト。はい、次。こちら。雪見大福のポーチ。しかも下の方がふわふわになってて、かわいい。雪見大福のポーチなのに、中身はディオールが多めっていう、見かけに騙されちゃいけないポーチ。すごい。フォーエバースキングローを丸々持ち歩いている。ベースメイク命ですね、この方は。はい、お次の方。メイク直し用に持ち歩いてるポーチ。イニスフリーパウダーのバニラプリンの香り、お気に入り。そんなんあるの？このニコちゃんマークのやつかな？めっちゃ可愛いんだけど。なんか茶色いキャラクターがお好きなのかな？なんかコアラのマーチも茶色いし、このイニスフリーのパウダーも茶色いし、横のクマも茶色いし、ポムポムプリンも茶色い。そしてユアグラムのアイブロウパウダーかな？二つ入ってます。色変えてるのかな？はい、お次の方。これさえあればなんとかなる。ラーメンを食べるためのヘアゴムは絶対欠かせないから多めに入れてる。アイシャドウは日替わりだけど就活中なのでエクセル03が常駐。ボールペンは偶然入ってた日に助けられたことがあるので、恩を感じてからポーチ入りを果たした。じゃあ最悪、アイライナーでも欠ける説。私、ご祝儀袋とか、なんか習字ペンで小さくさ、裏に自分の名前と住所書かなきゃいけない時あるじゃん。あれね、新品の黒のリキッドアイライナーで書いたことある。めっちゃ書きやすかった。はい、お次、こちらです。会社でメイクする人のポーチの全容です。イ肌でメイク直し。あ、これ新作のやつじゃない？フェイスパウダー。これ気になってるやつ。紫外線対策してます。下地とファンデとアイブロウは家で済まして、出社してます。食べっ子動物だ。かわいい。あ、で、会社着いてから、セザンヌの新作でアイシャドウ塗って、プランプリップケアスクラブの、もしかして色付きのやつかな？色付きのやつで塗って、マスカラとアイライナー塗ってって感じかな。お次、この方です。サラさんの動画に出たい。でも、恥ずかしいからちょっと迷ったけど、面白いサラさんと視聴者さんなら笑ってくれるはず。わら、ネタ枠でどうぞ。なんと、このポーチ、何がどこにあるか一目でわかります。お気に入りのポーチなかなか見つからない。はい、出ました、ジップロック族です。いや、でもこれ一番わかりやすい収納方法だと思う。ケープの4アクティブミニサイズ、いいな、顔で、セザンヌのリップティント、それからこの白いのはなんだ、マトメージュのワックスとスイートショコラアイズと、あ、セザンヌの新作のパウダーかな。これはなんか偉いなって思ったのが、このジップロック多分ちゃんと定期的に変えてるんだよ。端っこの方とか全然穴とか開いてないもん。私だったら穴開いても使う。お次の方はこちらです。いつでも好きな人が真横に来てもいいようにポーチ握りしめてスタンバってます。え、甘酸っぱい。高速ギリギリだけど好きな人の前では可愛くいたいので、サラさんのメイク動画を参考にしながらいつも持って学校に行ってます。ミユーミユーかな、はイブサンローラの香水の香りに似ているのでお気に入りです。なんか私の動画をなんか参考にしてちゃいけない気がする。好きな人の前ではあんな動画やこんな動画やあんなものまで。ピンクがお好きなのかな。頑張ってください。私の動画参考にしない方がいいかもしれません。お次こちらです。ハッピーターンのポーチ、かわいい。アホ毛フィクサーとアイライナーは必須。垂れ目奥目涙目ですぐ崩れる。ハッピーターンのポーチはガチャガチャ、かさばらないし、ガンガン洗える。確かに、これ結構生地が薄めで使いやすそう。ジバンシエのリップスティックに、これはラーデュレのアイシャドウかな。うん、結構みんなお菓子ポーチ好きだよね。私も好きですけど。お次の方もお菓子、食べ物ポーチ。お次こちら。サラさん好きすぎて便乗。ありがとうございます。高校の間は、日焼け止めにパウダーにアイブロウと保湿用リップだけだったけど、卒業してからはいろいろ試すようになった。カードキャプターさくらのポーチの中にガチャのポーチがぴったりだったから、リップとかの細いやつはそっちに入れてからポーチに入れてます。この爆芽コーヒーガチャで手に入るの？欲しい。じゃあいろんな味があるんだ、バリエーションで。普通の緑のパッケージのやつとか。あ、キャンメイクのオフスルマスカラですね、最新のやつですね。あ、イニスフリーのパウダーもリニューアル後の
パッケージ。はい、そしてお次こちら、荷物軽くしたいけど崩れは許さん人のポーチ。アトマイザーは香水と化粧水ミストで、絵画のカードが鏡だそうです。わ、ルナソルの詰め替え用で持ってんの頭用。目玉親父の目薬めっちゃ可愛い。これ録したのはこれなんだ、ネイル保湿オイル。これあれかな、余分な皮脂をこのクッションパフとかで叩いてルナソルでちょっと保湿する的な感じかな。もしや乾燥肌の方かしら。この犬のポーチ可愛い。はい、ということで皆さん本当にたくさんのご投稿いただきありがとうございました。ぜひね、今後も、ドレッサーの企画もポーチの企画も、またカバンとかもやっても面白いかもしれない。いろいろ視聴者参加型企画やりたいなと思いますので、その時はぜひよろしくお願いいたします。ということで、ぜひ気になった方はハッシュタグみんなのコスメポーチ見せてをぜひチェックしてみてください。ということで、チャンネル登録とツイッターとインスタもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。